すみません、もう一度、レコーディングしていきますはい、はい、どうぞ皆さん、こんにちは、8月29日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は2時を回りました。 先週に引き続き、今週も小島健志さんのお話を伺ってまいります。薬膳花茶ということで、先週は、まあ、このお仕事、おじい様から継承されて、あの現在にあの引き続いているというお話を伺いました。そして、日本に、ね、あの2000年でしたか、留学をしてお仕事をしながら、あのご自分の体調も良、ね、くなかったというのが、まあ、この授業を始めるきっかけというふうなお話を伺いました。そして、えー 講座などをね、今、一生懸命こうあの進めながら、海外転換もされているということだったんですが、まあ、先週、ちょうど講座のところでお話が終わったんですけれども、講座の,あのいろんな展開をされている。 あのもう少しね詳しくお話を伺えたらなという思います。興味のある方たくさんいらっしゃると思いますのでどうでしょうか。講座のあのできればいろんなあの告知宣伝していただければそこから今日は入ってまいりましょうかお願いいたします。はいお願いいたします。ありがとうございます。はい、小島金祝と申します。はいお願いいたします、はい。よろしくお願いします。であのー、海外の方ですよね。はい。はい えー、まず最初そうです、ね、初めての海外進出は、うん、あのベトナムと、はい、シンガポールなどアジア圏だったんですよね。はい、そちらはもう本当コロナ直後だったのでお茶で健康になりたいって方向けの、うん、お健康美容商品を展開される企業様だったり、はい、そういったところだった。 であの、去年うんはイギリスとイタリアに、はいえー、ありがたく行くことができまして、はい、あの最初行くきっかけとなったのは、うん、あのイギリスの日英国際交流の大使館で行うイベントにご招待いただいたっていう、うん、大変光栄な。うん あのことがありまして最初、はい、あのロンドンも行ったんですが、北ウェールズっていうイギリスの北の方のこう、はい、とても何て言うんだろうなこう重みのあるアンティークな、はい、街で実はその街ってあの不思議の国のアリス映画がありますよね映画が生まれたところ。うん だった、うん、みたみいで、はい、あの街中にこうそうアリスの銅像があったりとか<ー>その映画の跡がこう見つけられるような本当に可愛らしい、はいはい、あしらいをしたようなもう本当に100年以上、はい、<laughs> 観光だけでやってきたような。う ところだって言ってましたね。素晴らしい。素敵ですね。本当素敵だったんです。でそこであのー、薬剤花ちゃんのこの文化の交流ですので、はいあのー、中国の本来はね薬膳ですけども日本で展開してる、うん、でどう日本と融合してるのかっていう話をさせていただいて。うん スピーチの機会いただいて、英語わからないんですけども、うん、1か月前にちょっともう練習しましてね。う前に立ったら100人以上集まったところで、ねえー手が、手の震えを感じたっていう、<laughs> 初めて。でも本当に、こう、あの政府、うん、関係の人だったりとか、韓国局長だったりとか、うん、いろんな方がいらっしゃるで、はいえー、学生さんもいらっしゃったりしたんですけど。はい うん、そのスピーチの後、あお昼までこうお茶をお出ししたら、うんで、あんな濃い味、こう、ティーも濃いし、はい、コーヒー飲むような文化なところでも、うん、もうおいしいって言って、うん、あい、おやけの場なのに、はい、え、このお茶どこで買えるのっていう問いう、えー、合わせがあったりとか、そこでちょっと一つ取引があったり、あと、学校にですね、うん、あの、セレモニーの授業にちょっと、ね お使いたいわっていう市長さんの方があったり、ああ、えー、きれ、はいな国だろうって思いながら、ねはいうんうん、そんな貴重な本当に体験させていただいて、<ー>でサプライズになんか、あの新新人あ,あなんて言うんですだっけえうん、新新人。な何大使って言うんだっけすいません。今ちょっと。はい、はい。 もう命名していただいて、<ー>本当に貴重な、はい、機会でした。で、いそこでい、はい、イギリスのいる方から、うん、あのぜひ薬膳、あのー、お茶会にも、うんあのー、やりたいって言われたので、それで、はいえー、はい、あ、親善大使だ。<laughs> あはい、親 <laughs> 善 <laughs> 大使。<laughs> はい、そうそうそう、うん。で、あのー、ロンドンで、えー、お茶会。はい したらそこも喜んでいただいたり、うん、であのミラノ、イタリア、うん、ミラノにいるそうあの知り合いがここにも来てって言われて、で人は集まってるからみたいな感じで、本当におしゃれなカフェで会社 <laughs>、はい、させてもらってで、そのカフェのオーナーも本当に素敵で美味しいって。うん って言いながら、はい。うん、うんうん。で、感じで、あ、こういうところでも、うん、あの、特にミラノのイタリアの方は、は,い、やはりコーヒーなんですよね。出て、えー、コーヒーです。はい。なんだけれども、お茶を飲んで、美味しいって言ってくれる。うん、で、向こうは、あの、やっぱりハーブティーの文化があるので、はい。うんうん。なので、こう、あの、ハーブティーのメーカーのところから、こう、 コラボの話が来たりとか、はいうん、そういったあ、ここも特にコロナ後から、うん、あの日本茶が向こうで流行ってたり、ほうじ茶を飲んでましたよ。えー、そうですか。あのイベントで。 だからえー、ほうじ茶をこんなもう上品に足されるとかみたいな <laughs>、はい、もう本当にミラノの <laughs> マダムがこうやって、私は日本茶はあの薬だと思って飲もう <laughs> よっていうふうにあの、めっちゃセットアップしてきた、あのマダムが言ってました。なので、えー、コロナの後自然の力で健康になりたいっていうのは決ま、うん、ってるのではないかなっていうふうに、ん、感じました。 え素晴らしい、本当に素晴らしい体験でしたね。ありがたいです。<laughs> はい、なんかあのお茶っていうとアジアという感じがしますけれども、うん、やっぱりヨーロッパでも本当にう、ねうん、人気があるというムみ、ね、にいったらしい、ねはい、素晴らしいですね、ありがとうございます。あのまたね、えー、今年は今年しで、えー、違う国へ行かれるのかななんて思うんですけれども、そんな予定ってあるんでしょうか。はい そうですね、うんはい、順調であればあの、うん、準備などに問題になければね、はい、で今年はあ11月にあの、はい、会で、えー、あのちょっと展示会を,、はい、をしていくんですけれどもそこも結構世界中から、はい、あの訪れる、はい、う経営者が多いので、うん、そこでまたどういった。 反応があるのかとか、はい、それを感じていきたいなって。また欧州って違う。うん、欧州の方もいらっしゃいますけど、はい、アメリカの方が多いと思うので、ええ、それを感じていきたいなっていうふうに。すごいですね。やっぱりあの世界中で愛されるんだなっていうのを、ね、お聞きしてて思いますね。やっぱりお茶素晴らしいですね。お茶は本当に素敵な文化だと思います。はい、はい、であのえー このタイミングで聞くのも大変あの恐縮なんですけれども、はい、金縮さんあのふるさと、中国、はい、あとは韓国ということなんですが、はい、そこではこの,あの薬膳、あるいは薬膳花茶っていうのは、はい、どういう感じで皆さんは飲まれてらっしゃるんでしょうかはい、ありがとうございます。うん、あのやはりおっしゃる通り、えー、両方の国でも飲まれていて、まあはい、中医学の本場である中国では、うん、あの私のこの花茶、 っていうよりは、うん、あのやっぱり漢方茶が多いですね。漢方茶が多かったり、はい、あと中国のこの特徴っていうと、うん、あのあんまりブレンドしすぎない部分もあります。例えば、花茶<ー>今私の花茶はそれぞれの3種類の花茶が入ってます。うん、もう花茶ですよ、そのままなんですね。あそうですか、うん。だけど、この花茶って実は昔は宮廷で飲まれるような、うん、とても希少な高級なものだったんですね。うん それをあの今でもむ子はこう1種類ずつ飲んでいます 1>、うんあの。1種類でも十分効能があるってことなんですよね。うん、日本ではあんまり薬法でね、大きくは言わないんですけども、うんまあ、ハーブ、薬草なのでね、持っているので、はいはい、そういうふうに飲まれています。で韓国ではではすね、はい の薬膳茶ありますねでどっちかというと食べるお茶って私は表現するんですけど、うん、果実のお茶だったりとか、はい、あの日本みたいにほ、ね、じ茶みたいに雑穀をこう行って、うんえー、あと乾物の果物を行ってとかそういったあの薬膳茶の方が多い気がしますね。 で私の薬者花茶は、お茶ってありそうでないよねっていうのが、この両方の文化、食文化を融合したものになるんです。なので、珍しいって言われるところですね。すええー、そうすると、まあ、食べ物とお茶の組み合わせっていうのもあるわけですね。今のお話ねそ,うそうですね。それでもうえー いいところを取りいいな感じで飲むだけで養生ができる、うん、出すだけじゃなくて、えー、あの吸収する、うん、体にするって私よく言うんですけど。なるほど、そうするとあの、まあ、レストランとかね、いろんなあのホテルに入ってらっしゃるのかもしれないんですが、そのレストランのお料理と、まあ、アレンジをして、この薬膳花茶がいいタイミングで出てくると感動しますね、きっとね。<laughs> そうですね、今も、ねうん、実際フレンチだったり鉄板焼きだったりそういったところで、はい、まあそれぞれタイミングがあるんですけど例えばこの焼肉屋さんでは、うん、あの食前、はい、食の前にやっぱり消化を助けるために食前チャんとして探していったら私と出会ったっていうところと、うん、フレンチ料理とかそういったところでは最後、はい、もうコース料理をしっかり食べた、うん、あと最後あの 浄化を助けるために飲むで、そのタイミングで出されるっていうところがあるとはい、聞いています。あ、そうですか。素晴らしい。知らなかったです。あの、最初に飲むといい。そしてまた食後にね。飲むとこうより香り高く余韻が残るっていうお話あそうですか。いいですね。食事によって前あるいは真ん中。そして最後の締めというお茶でね。いいです えー、すごい、いろんな食べ物、食べ物というよりいろんな飲み方があるんですね。すいわあ、知らなかったです。ありがとうございます。一つね、知恵が <laughs> いただけたかななんて思いますけれども、はい、ありがとうございます。では、ここで、えー、またあのリクエスト曲をおかけしたいと思います。えー、小島健志子さんからのリクエスト曲で、マライア・キャリーで、ヒーローです。どうぞ。 あはい、すいませんコマーシャル全部すっ飛んでしまいました、前半。<laughs> ごめんなさい。あ後半に行きますね。で、金縮さん、後半はやはりあの今後の、えー、活動、取り組み、将来の夢などということで、あのー、また、ね、いろんなお話を拡大して聞かせてください。はい、お願いいたします。し始めますはい はい、どうぞ。神龍のハッピートーク、今日のゲストは小島健司さんです。引き続きお話を伺ってまいります。えー、小島健司さん、小島健司さんからは先週に引き続き、また今週もお話を伺っていますが、前半楽しかったですね。あのまあ、講座のお話から始まって、まあ、どの国にあの展開されているかということと。あとはあの、えー、お茶をあの最初にお食事の前に飲んだら。 この方がいいまた真ん中そして後半の方がとても余裕が残っていいということで、えー、とても楽しいお話伺いましたえ後半はですねあの、まあ、今後のというか、まあ、これからもどんどん,どんどん展開をして大きく世界に広がっていくとは思うんですが今後の活動まあ、今年も含めてですねまた取り組みや将来の夢などぜひお聞かせくださいお願いしますはいありがとうございますあの貴重な機会を せっかくですので、今後の活動っていうところでですね、うんはい、実は、あの興味ある方がいたら、ここでぜひあの聞いてほしいんですけども、はい、実は3期生をですね、<え>3期生を、うん、来年ではなく、もうすでに10月からの募集が始まります。こ、はい、れはあの、お客様からの問い合わせを答える形で、うんえー、半年コースを設けたんですね。 はいうん、もちろん内容は一切変わらないです。あのうん、同じボリュームでやります。ただ、1>, はい、あの1年間を今までは、月2回で90分間オンラインで、うん、で全国、あの海外からでももちろん参加できるような状況でやっておりますけれども、はい、長いと、うん、と短くコミとして仕事に行きたいという問い合わせが多数あったので。 それでは皆さん、ちょっと頑張ってもらいますよって、うん、<ー>毎週になりますね。毎週。うんうん、しかも、土日は参加できませんよっていう方がいらっしたので、うんえー、木曜日、うんはい、木曜日夜8時から9時半まで、はい、でこの時間帯で、はいえー、開催しますけれども全あの、オンラインなのでね、どこからでも参加可能です。はい うん、でこの方を10月から、はい、募集しますあの。10月からスタートするので、今週中に、えーはい、上げていくと思います。もちろん、はい、インスタとかの DM でお知らせ、うん、ご連絡いただいても大丈夫です。そうですかあのぜひ、ま、この、えー ラジオでライブ配信のあと、YouTube 配信というのもしておりますので、ぜひ、はい、今のご情報は、うんえー、YouTube の方に貼り付けさせていただいてよろしいでしょうか。あもちろんありがたいです。はい方がいたら、ぜひ、はいはい、仲間になってほ、えー、しいなと思っております。はい あのもうちょっと整理すると,、えー、と今2期ということなんですが講座のお話ですね2期で1年間かけてゆっくり、はい、あの皆さんじっくり勉強されているんですがあのもっとあの、えー、なんていうんだか講座を受けたいという方の短期,、はい、短期間で受けたいということで,で、ね、3期からはこの10月からの募集で、はい、えと平日と週末に分けて毎週 あの会を重ねていくということなんですね。あすいません、ちょっとそこ、あの、あれですね、一つ訂正があるので、はい、お願いします。はい、すいません。あのいい木曜日、平日のみ、えー、<あ>を半年の、はい。なので、2期生とともに、来年3月にはあ、一緒に卒業ができる、うん、4月からは、<laughs> そうなんです。年として活動できるっていう状況です。 はいそうですかそうするとあの平日のみの夜でまあ100%オンラインということですが来年の3月に卒業でまあ4月以降は代理店という資格も取られてもちろん学んだ、はい、あのその花ちゃんの専門プロということと代理店ということでお仕事にもつながるというお話なんですね今のお話ははいそうですねおっしゃると、えー、あの初級上級カウンセラーコースがありまして、うん、はい。 最後のカウンセラーコースでカウンセラーの公式認定を取得できると、うん、あの卒業とともに調契約前本部からの依頼によって講師、はいえー、になることも代理店としても活動を可能です。そうですか、素晴らしいですね。あのぜひお聞きの皆さん、やってみたいな。まあ、勉強だけでもやってみたい。そして勉強の後あのやっぱり、えー、代理店で。 お仕事にもつなげていきたいということも、まあ、引き続きお話ができるということなんですよね。はい、いいあす、いいですね。あの、本当にお家にいながらまあ、オンラインということですから、うん、ご自宅にいながらしかも夜ですね。そうすると、うん、お仕事しながら、正規の自分のお仕事をしながら半年かけて、あの夜の方でも、えー、薬膳の専門家になる勉強ができるというお話ですね。 はい、その通りです。あ、すごい願ったり叶ったりですね。<laughs> はい <laughs>、はい、まあ。でも、あのご自分の健康に関する勉強だけでも、私は素晴らしい内容だなというふうに思いますね。ありがとうございます。<ー>はい、実際うん、そうですね。うん、あの学びながらはい。お茶も実際飲みながら、うん、自分の体の変化を思う。うん そのまま感んじれるので、より、ええ、代理店としての活動が、うん、あの自分の体験を伝えるだけですのでね、はい、そうな、ねうん、りやすいかと思います、はい。あの、ダイレクトにね、あの始めますというその手前の段階で問い合わせなんてできるんですかね、この。 おセミナーを受けられますので、うん、はいそのセミナーのお知らせもぜひ。広告で流れてくるはずなんですけども、<っ>検索できるように、アドレスとかお知らせしておきますね。そして、えー、前半でもお伺いしました、海外進出というのももう果たしておりますので、 まあ代理店の皆さんと一緒にいろんな国にも行きたいという。そういうあの展望があるっていうふうに、あの感じましたけれども、いかがですかね。うん。そうですね。うん、あの今後は、実は私一つ野望がありましてですね。はい、それは自分自身が思いついたものではなくて。うん、実際こう、あの自分の事業の展開とともに。うん あの必要なな方がもっっとたくさんんいらっしゃるんだ一、うん、人でも多くふ普段の2食や3食はやっぱり愚痴にしますよね、うん、普段口愚痴にする食事を自分の味方にできたら、うん、まあ,あの本当に武器になるんじゃないかなって思っていますので、はい、う自分で仕事したい方でも周りの誰かの 背中を押したい、ハッピーな人を一人でも増やしたい、そういう思いがある人は、本当に感謝してもらいながら、お金いただくというか、そういう仕事ですので、仲間はお待ちしています。で、さっき私の野望っていうのは、そうですね、10年後、11年後、60代はですね、今のこの代理店、 うん、を育てるっていう形で学びだけじゃないです。あの、はい、皆さんが仕事ときちんと収入があるまでサポートします。うん、学ぶだけじゃ口座ビジネスで終わってしまうので、はい、でこれが体系化できたら、六十、うん、歳代の時には、うん、もう学校があってもいいんじゃないかなって。<ー>で、薬膳大学園をこうあの設立したいなっていう役を持って。うん えー、実は仲間もね、えーそ、それが私の夢になりましたっていう代理店さんがいらっしゃいますので、えーうん、自分がこうできたらいいなっていうところが、うんうん、夢になって参、えーま、りました。はい、<で>あ、素晴らしい。そう,そうなんです。ですはい、うんうん。で、あの、Amazon でもしもっと知りたいなって方いましたら、はい、あのシンプルやウゼンライフ。 っていうのが<え>あの書籍も出ておりますので、あはいああ、そうですか。はい、そうですね。あ、もう素晴らしい野望のお話まで聞かせていただいて、でもそうですよね、やっぱり学校を作るということで、本当にあの次の世代に大きなバトンタッチができる、そして健康を維持していく、それが日本だけではなくて、あの世界中ですね、本当にあの大きな大きな野望ですけれども、やっぱりそれは、えー 果たしていく、叶えていくための野望かというふうにお聞きしました。本当にいろんなお話お聞かせいただいてありがとうございました。なんか聞いてる私までもワクワクするお話でしたね。<laughs> また途中いはい、いやいやまた途中経過をお聞きし,したいと思いますのでまたお会いしましょう。ありがとうございます。 はい一応の時間はありがとうございましたあいいえ今日のゲスト、まあ、先週に引き続いて、先週、今週と小島健祝さん、ゲストにお迎えして、薬膳のお話、そして大きな夢のお話、そして必ず現実になるというね、あのー、そういう力強いお言葉もいただいて、こちらもワクワクしながらインタビューさせていただきました。ありがとうございます。えー、番組に参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。お相手はシンディでした。それではまた来週 同じ時間に、えー、お会いしましょう失礼いたします小島さんありがとうございますありがとうございましたさようなら